皆さんこんにちは、ももかいなです。山井とまりんです。はい、よろしく、頑張っていこうということで、本日パクロ大会もう恒例となりました、はい、暴露大会恒例ですね。本日はあの今までね、ちょっと暴露大会って言ったら、うん、やっぱりソナ、そうだね、ソナの暴露ばっかりしてたんですけど、うん、ちょっと最近その暴露への耐性がソナもちょっとついてきちゃったなっていう。前回とかね、もうひどかったですよね。なんかはい、全然私大丈夫です。やっぱ可愛いアイドルでいたいという、うん、理想のアイドル像あるとかなんとか言ってますけど、まあ、ちょっと、まあ、それはね、うん、いいんだけど、うん、もうつまんないんだよね、正味。ね、ちょっとね、もうやってる方もつまんないし、うん、まあ、視聴者の方はちょっとどうかわかんないんですけど、うちらがつまんなくなってきたので、うん、もうちょっと今日は趣旨を変えて、はい、チャンチーの暴露大会にもしようと思います。お、ターゲットを増やし今回はソナとチャンチーの暴露大会にします。ニューターゲットです。どんどん増えていっちゃうんじゃないかと、まあ、なんでチャンチーにしたかっていうと、うん、そのチャンチーみんな笑顔、うんうん、TikTok とかでもさ、うん、笑った顔が可愛いみたいな、とにかくその笑顔の印象が強い人だと思うんですけど、うん、まあ、実際その笑顔だけじゃなくて全部の感情がとにかくめちゃめちゃ顔に出る人なんですよ、うん、ね、嫌なことも結構、ね、出るタイプ、喜怒哀楽がもう一気に顔に 100% 出るタイプで、あ、まあ、ちょっとそれでね、昔撮影も中断したりだとか、それぐらい本当になんて正直素直っていうか、うんうん、全部外に出る人なんで、まあ、ちょっと暴露したらいろんな反応が見れて楽しいんじゃないかなっていうことで、ちょっとサナとチャンチーの暴露大会にします。はい、でお互いその暴露されるとは思ってない状態で来てもらおうかなと思って、あ、これは一応暴露大会っていう体で始めるんじゃなくて、うん、不満ぶつけ合い大会っていう、まあ、そういう肝大会を4人で開くっていうセット、4人でその不満をぶつけ合うっていう設定で、まあ、ソナとチャンチも来てもらって、まあ、ソナはチャンチの暴露をすると思ってるし、チャンチはソナの暴露をすると思ってる。で、まあ、お互いその暴露されるとは思ってない状態で始めようかなと思います。で今回この会場なんですけど、暴露大会の前回どこだっけ、あ、メイドか、うん、テニスやってメイドやったんで、今回はまあその流れで言ったらまあ大体バスケかなみたいな感じ で、なんでだよ、今回はバスケットボールの、はい、なんていうんですか、会場に来てます。なんでシュートするたびに不満ぶつけ合い大会、あ、なるほどね、こうやって、はいはいはい、死ねーみたいな、死ねはないからうぜえだよみたいな感じで始めようかなと思って、まあ、ここで暴露してもらいます、うん、はい、お互いぶつかり合って散ってもらいますということで早速今2人なんですけど、うん、ソナを呼んでオープニング撮ろうと思います。ということで、はい、本日はですね、なんとなんとなんと、はい、暴露大会でございます。お、やったー、暴露大会なんですが、まあ、ソナがここにいるということはソナの暴露ではなくないね、何、チャンチーの暴露大会でございます。マジか、ついについにそれでは暴露大会よーいスタート。ということで今回はシュートを打つたびに不満をぶつけ合って仲を深めよう、イエーイ、よいしょよいしょ、不満だ。これあのなんでやることになったかっていうあれがあるんですけど、はい、ちょっと24時間ライブの時にうちらがちょっとポロってこぼしちゃったんだよね不満を。そう、楽屋があったじゃん、うんうん、でさ、まあ、うちら24時間あの楽屋を使ってたわけじゃん、カイダさん、はい、あなたもう衣装をもう散らばりすぎですって、ね、マリンさんは普通に、はいはいはい、やっぱさ顔的にっていうか見た目的にマリンちゃんって静かだからさ、なんか綺麗そうに見えるじゃん、なんか、でさどちらかというとうちとかの方がさ、なんかちょっとだらしなすよみたいに、部屋汚そうみたいに言われるじゃん絶対。ソナとうちが一番汚い、そう、汚そうみたいなコメントが来てたわけ、でもマジで一番だらしないの圧倒的にこの人だ、みんな汚かったけどね。いや、うち結構配信見直してみ、私のとこめっちゃ綺麗、私も結構片付けながらやってたから。あ、そうなの、うん、でも片付けたよ最後ちゃんと。いや最後は、いや最後そりゃそうじゃん、最後片付けないと、ね、意味が分かる。おお、なんだなんだ、強気じゃん、ある
あるしこっちはあるし、多分みんななんだかんだあると思う。うちらさ毎日一緒にいるわけじゃん、うん、家族よりも合ってるわけですよ。そうなんだ。でもそれが不満の一つや二つ出てくるだろうというみんなということで、まあ、ぶつけるのは不満だけということでね、そのボールをぶつけて物理的にやばいな、を破壊しようというそういうのあるんだ、怖いな。ありますからね、怖いな。こいつ気合の入り方結構違いますからね。マジキモい。なんで来てんの逆に。いや、同盟しときないと。ダメなかった。ということで、早速バスケのシュート打つたびにみんなで不満をぶつけ合って仲を深めようの回、よーいスタート。じゃあ誰から行く？じゃあ、まあ、持ってるし、じゃあ、じゃあ、2人一応その止める。あ、止める人いない？これあれか、1人指名しないと。そう、誰しか。まあ、とりあえず、あの人。あ、私赤用でいいよ。いきます。はい。お前のせいで2階の部屋臭いんだよ。臭いくないよね。いや、飲み物放置がもう15分ぐらいあったじゃん。でそれのせいで本当に2階の部屋が臭くて、いろんな飲み物を1階に飲めるから。いや、それ自慢とかじゃなくて、しかも飲んでないし、その飲み物もういつからある、去年ぐらいからあるでしょ、あれ。もうたまに飲みすぎだよ、去年は。でも3ヶ月ぐらいは絶対ある。何があるの？だから部屋が臭くて嫌じゃん。え、入んなければいいじゃん、あんたの。いや、でもあそこでさ寝なきゃいけない人もいるわけ。嫌だ。ちょっとすみません、長くなりそうだ。あ、ごめん。イライラ大会だね。これ実はイライラ大会。じゃあ、まあでもまあ不満は不満としてね、まあ、そうだ、男子ならいくらでも出てくるから、君の。はい、じゃあ、喧嘩大会だよね。いや、殴りかかってくるかもしれない。だいぶ、ちょっとあんま近寄んないで。50センチ以内に近寄んないで。じゃあ次行こう。お前もめっちゃあるから。いや、でもあっても受け入れる。お前みたいにぐちぐち言わないから。行きます。はい。ちゃんちあれ買ってこれ買って多すぎなんだよ。これはね、確かにね。まあ、いや、でもうちこれ理由があって、そのあ言ってるぐちぐち。いや受け入れてない。いやでも理由じゃないじゃん。彼女は一回に何本も同じものを食べるという理由。そう理由なの。じゃあうちもちょっと理由は言わせて。普通に考えてさ、一回で全員行くってめっちゃ時間の無駄じゃない？私はその間今編集能になってるのにそれを一回途切らせていくのがめちゃくちゃ嫌で、しかもコンビニに行きたい人がもういるわけ。そんなら別に頼んでもよくないっていう。え、じゃあその分行ってる人の時間が無駄になるのに、そのちゃんちえ、でも編集することでみんなの時間もあれじゃん。全然編集してないとか。編集しないのか、悪いから。それはもうある。編集のって何？私あの短期集中型なんで、編集のになったらもうこうやってなるんで、みんな行きたいのだと思ってたわ。行きたいんだけど。だって楽しそうじゃん、行くときなんか。行くぞみたいな。そう。お前のもの買うときは楽しくね。そうなんだ。はい。ちゃんち、お前人のもの買ってるかって言って、え、覚えてないですか？ないだろ。あ、惜しい。いや、惜しいけどでした。はい、これもちょっと言い逃れできないと思うんですけど、まあ、あの人の、私が冷蔵庫に入れといたものを勝手に食べて、はい、あ、覚えてない。これちょっと知らずらしすぎるよ、さすがに。いや、でもこれ本当に覚えてないです。だからその覚えてないって何でもいけると思わないでほしい。いや、思ってないよ。本当に覚えてないだけで。しかも、これまだ1回しかやってない。そう、つい最近でやった。この1回が、私はすごい根に持ってる。え、しかも、ごめんねって言って買ってきたんだけど。うん、これはこいつが悪くない？いやー、チャンス。
しかも食べ物の恨みでかいよ、ね、食べたい時に食べられないっていうのが私は待ってるんだ。やりたい時に何かもできないっていうのが、あ、そうなんだ、ちょっと NG だね。イライラが100いくって。うちあのでも、あの本当に寝てる間になんか物食っちゃう時あるんで。え、こいつできんでいいもん自分で。どこで作業するの、これ。これさ、もう解散なんだけど。なんか仲悪いんだけど。ね、お前さみたいな。そういえばこれまでよな。仲いいよ、仲悪いよ、うちらマジで。不満ありすぎて、あ、不満ありすぎる。もう毎日出社やめないわ。やめよっか。確かに。どんどん出てきちゃう、もん1個出したら。いやもうほぼだってね、シェアハウスしてるよ。お前さ、喋ってる時にどんどん嫌んな音取れねえだろ。いや、イライラが出ちゃった。何年目だよ、YouTube マジで。じゃあ行きます。はい、来いよ。タイナちゃん。はい。お前、人がせっかく思いやりを持って LINE した言葉を無視するんじゃないよ、お前さ。え、視聴無視。いや、コメントなんか、うちだからもうやめたんですけど、この人なんかツイッターとかでは絶対反応するんですよ、うん、でも LINE とかで言った時に全く返信しないんですよ。その誕生日とかも、そのお誕生日言うと、こうこうこういうところでいつも助かってるよとか送っても返信しないんです。マジで、マジで、あれ、それはごめんかも。本当になんか業務連絡しか返信が返ってこない、 LINE に返して。逆じゃねえ、それ。そういう LINE を送らなくなりました。覚えてる、今年の誕生日。覚えてない、覚えてない。覚えてないって何でもいけると思わないでほしい。しかも覚えてない、昔すぎて覚えてない。グループ LINE も一切出てきませんから。一切返信しません。なんか面白い時しか返信してくれ。え、そうドゥルルルみたいな。しかも自分が、しかもその自分がその面白いことに返信して、誰かが乗っかっても絶対返信しないの。だから置き去りにしてなんか帰るの。わかるよ、言ってること。本当に。ちょっとまず返信するわ、今日から。ちゃんと、じゃ今日から鬼、鬼だ、鬼だいって。はい、ダイナマイトさん。はい、君飲み物放置しすぎて毎回カビ生えてんだよ。あっていうのを、被告人。え、マジでカビ生えてたね。最近もカビ生えてた。何って話。いや、放置しすぎってこと言ってる。そう、この前さ、その2階行った時にさ、タピオカ置いてあると思ったら、そのマリのカビ生えてるカフェラテだったの。黒いやつ。え、タピオカじゃないじゃんこれ。ウーロン茶。紙コ、あと紙コップもさ、なんか水とか飲んでるやつ絶対捨てないじゃん。ちょい残して。飲んでるんだよ。知ってる知ってる。飲んで飲んしてる。飲んで飲んしてる。結果飲んで飲んないじゃん。飲いや、でも一日で飲むわけじゃないんですよ。だからそれが意味がわからないし。え、じゃあカビ生えたカフェラテも飲めよお前。まだ飲むって言って。確かに。まだ飲みますって言って飲めよ。なんで藻が入ってたもん。そう、思い出したんだけど、なんか前に、なんかさ、自分で一緒でさ、カルピスとかさ、オレンジジュースとかさ、箱で買うとかあるじゃん、で、あれで無駄にした人、本当に怒られるんだよ、うん、で、よく怒られてたじゃん。で、うち1回、まあ1回だけじゃないけど、何回かカルピスを1回飲まないで放置しちゃった、うん、ちょっとなんかこの人が、なんか先導来て、これ、そんな飲んでましたみたいな。社長に、それマジで銭持ってる。あ、そう、そう飲んでました。ちょっと待ってくれ。何ですか？私が片付けないおかげで、みんなの片付けないがちょっと緩和されてる。いや、そんなことはないよ。うち自分のもだって助かってる時あるじゃん。いや、全然ない。どういうこと？誰片付けたの？怒られてた。ちゃんとしんのもあるやんと思いながら。いや、じゃあ聞いてください。はい、ちょっとワクワクしてます。
お前酔った時だけメンバー愛語り始めてキモいんだよ。キモいよ。ラウンド。なんかいきなりその酔った時だけなんか私もう無理かもとか言い始めてこうやってやりながら、いや私みんなのこと本当に好きなんだよ、でもねでもねごめんとか言ってそれ言わない本当にいきなりその酔った時の勢いでその違う違う、これだけは本当に違う、酔った勢いで言ってるんじゃないよ、あ酔った勢いで言ってるでも本当に普段から思ってるの、昨日も洗面所で、うん、あーいあるあるあるでちょっと邪魔ですって言って、でこういうのでしょ、あちょっと気づいてたんだね、やだやだキモいやつだと思われる、やめてください、めっちゃ喜んでますみんな、ありがとうございました、正直本当にちょっとダメな気がします、やめてだるい女だと思われる、違います、ありがとう、はい、次じゃあソナ行くよ、そんなこと言われたら、あいえ、ゲバ早く言えよゲバちゃんちーさん、あ、仕返しが来た、チャンさんさ、あれだよね、なんかよく動画でさ煽ってくれてるけどさ、なんか私気にしてませんよみたいな顔してるけど、意外となんかそういうこいつうざみたいなコメントになんかちょっと気づいてるよね痛いちょっと気にしてるよねお前1回だけだよ、なんかその私は煽った方が面白い時はもう全力で煽るし、うん、動画一本に魂を込めたくてねやってるつもりなんですけど、うん、まあそうやって捉えられちゃったよ、面白いそうです、まあ、その動画が出た時、はい、帰り道ずっと電車でコメント欄見てましたからはい、はい、なんか意外といい話でした、これ不満、あ不満はないみたい、なんか意外とソナちゃんは、いやなんかなんだろうな、不満はない意外と、意外と強がってんなっていう、あじゃあはい次、はい、カエナさん、じゃあ次私ソナ行きます、はい、急にたくさん出てきたんだけど。ソナ、最近お気に入りでよく履いてるあの太もものところに隙間が空いてるジーパン、あれちょっとパンツ見えてるよえ、そうなの、あの、この前ちょっとソナがここにいたから、ここでしゃがんでたんだけど、ここに穴が開いてる、ここにそのなダメージジーンズみたいなバカって穴開いてて、うん、パンツ見えたの、え嘘でしょ、何色、何色、何色だったっけな、色までちょっとあんま覚えてないけど、パンツ見えるなと思って、ピンクだっていう、だから電車の中とか結構そのパンツ見せびは、いや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 違う違う、そんな可能性はあります、え、そうなんです待ってねえこれ不満不満じゃなくない、なんならちょっとご褒美
はい。ああ。チャンチーさんだ。なんか多いな。多いな。いきます。はい。チャンチー。よくわからないブランドのリュック、永遠に自慢してくるよね。あ、あれ、あれ、やった。たくまきさん。やった。ディ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 。あ、ごめん、なんだっけ。マジでここめっちゃですよね、視聴者の皆さん。マジでめっちゃだるいこの時間。いや、マンハッタンじゃ、え、だってさ、この前プロプロ君さんとコラボした時はマンハッタンは確かに結構高いよねみたいになってたじゃん。しかもなんかそれをさ、知らないのみたいな感じ。マンハッタン知らないのやばいもん。別に知らなくてよくない？大学生みんな使ってるよ。大学生はみんな使ってない。社会人が多い。高いから。マンハッタンの良さはでも知ってほしいな、みんなに。うわ、誰お前マジでだるい、ほんとに。マジモノ、マジモノ違いよ。マジで生地とかも違うよ、さすがに。なんかさ、そのさ、あのマイクリックとかさ、だって後ろさ、そのペラペラじゃん。お前しょうがないじゃん。マイク持たねえじゃんお前。いや、そのほか持ってる。いや、うちこの前も。マンハッタンじゃないから。だからマンハッタンにしたら持ってくれるのか。マンハッタンにしたら持ってくれるかもしれない。何これ、何これ、不満これ。あ、不満かこれ。うざ。入ったね、入ったね。重要よ。そっか、オッケー。はい、じゃあソナさん。またまた、なんでソナさん。どうぞ。こうやってなんか動画の前では私は悪口とか言いませんみたいな感じなのね。なんかいきなり日常会話で意識低いアイドルの悪口言うのやめてくんない？なんですかそれは。顔してっていうのが嫌なんだよね。そうそうそう、いつもなんかこのそのみんなの前では、うん、私別にそういうこと言いませんみたいな。私はそのマリーちゃんとかみたいに別になんか愛想さすなよ、さすなよ。待ってる待ってる、違う違う。なんかとか言い違う、でもちょっと私なんかそういうの別に言えばいいじゃん。言って隠してるつもりはなかったよ。でもなんかわざわざその動画で、だって急にさ、みんながこうドヤド撮ってる。いや、急にそれさ、なんか、いや、あのアイドルさ、確かに。いや、それは別に違うよ。いや、みんな言ってないじゃん。それはさすがにみんな言わないよ。日常会話ですよ。しかも、あの、うちも気づいたら言っちゃってるんだって、本当に。やば。気づいたら言ってる、やばい。それでみんなこうって顔するから、言ったな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 、
私前におもろ何暴露？さ、だって不満じゃない。だってこいつあえての悪口言ってます。不満だったんじゃない？不満に聞こえる。やだ。いや不満だったんだよ多分。それは。レベル高い。やばいじゃん、やばい。うちも。ごめんごめん言い過ぎちゃった。ごめん。本当に？言い過ぎちゃった。かも不満だと思ってちょっとパンツ見せられるの嫌だなと思ってその不満としてでもちょっとあのなんか言い過ぎちゃったかもなとはごめんねいやまたパンツ待ってあれ DM 来るんだよ本当にカットできるなんでそうやったら DM めっちゃ好きちょっと撮りたいやつじゃないあ、okay、でも一応だから分かったサブちゃんとかですか全員の不満大会でそのちゃんちの爆笑ちょっとそうだねでも大丈夫で動画にはなる全然結構うちは暴露されてるけど今まで通りなんだけど暴露なわけないしだってずっと今までやってきてたんだからでもういらないって暴露そのいやいやそれはちょっとそれは悲しいじゃんお前もいらないからもうそうなの暴露足りてるからいやみんなちょっと不満として言い過ぎちゃったごめん仲間ねそうだよ大丈夫だよ引き続きお願いしますじゃあ行きますか引き続きあるよねあるよねあるからいいよこいつから匂いよね、すごい。いやずっとさ、嗅いでるよね、匂い。トラウマがあって、これは。トラウマだね、本当に匂いトラウマで。あとなんか、あの人とおしゃべりしてる時にずっとなんかここら辺に鼻のとこに指当ててずっと自分の指の匂い嗅いでる、こうやってそれは嗅いでないよ、こうやって置いてんの、その。でも嗅いでるでしょ、ついでについでに顔、鼻でいや、ちょっと、なんでやだこれやだ、ちょっとキモくない大丈夫キモいよってでもこれは、ちょっとトラウマがあって実は、私あの中学2年生の頃にそのバトン部に入ってたんですけど、うん、40人ぐらいいて、その学年でね、まずで、体操着ないって言ってお父さんが朝干したそのびっしょびしょの体操着をまあ大丈夫か、濡れてても持ってったんですよ。で、部活に来たの。本当に体育館中が私の体操着の生乾き臭に染まっちゃって、そっからあの学年全員、部活の学年全員、パクられてるって言ってたら、それから行っていくか。そういうちょっとトラウマがありますけど、本当に先輩とかも、なんか気持ち悪くねみたいな。なんか気持ち悪くねみたいな。で、みんなも、で、1年生みんなも私って分かってるから、なんかこうやって見てくれるって言わ誰ももう、こんなんなわけよ。トラウマすぎて、その匂い本当に敏感になって。
それはでも電車の中ではちょっと君が君がちょっと結構え、これは不満同じ集団だから、でも私がそのトラウマのことを知って話したでしょ。え、知らなかったよ。いや、嘘だよ、うち行ったことある。忘れちゃったんだよ。この子、脳みそちっちゃいの。悪口すごい。テクニカル悪口だ。まあ。次行くか。はい。じゃあ次そんなで。え、長文ライブ、何の長文ライン？感謝？何の長文ライン？長文ラインを結構な頻度で送ってくれます。え、何送ってんの？ね、何送ってんの？長文ライン。詳しく聞いてない。詳しく話さないといけないやつ。まあ一応まあ。言わないっていうのはできない。まあ言い訳あるっしょなんか。あ、言い訳、いや別に言い訳はないよ。ただ。ごめんなさいっていうのと、あと最近ではあれだ、なんだっけあれ、グラビアアイドルをさ、ドッキリで仕掛けるのやらないっていう、うん、でなんか動画を見返したときに、うちはこういう理由があってやりたくないんですみたいなのが、動画で言わなかったものがどんどん出てきて、一応社長にはこのやりたくないちゃんとした理由を全部知ってほしかったの、運営さん、だからそれをガーって書いて送った。それがキモい。なんで？ちょっとキモい形で。いや、なんで？怒られた時の人がそうから将軍内閣で将軍読んでない。そう。読んでないんだ。言われたそれうちこの前。でも毎回それで終わる。受ける。それでも懲りずに送るんだもん。いやだって思ったことはあるんで。でもうち直接お話はできないの、さっきも言ったんだけど直接話できないの大丈夫それ。そう、それこそ言った言葉が全部違うように受け取られちゃうような言葉の喋り方しちゃうから、文字でちょっとずつ整理しながらじゃないと伝わんないと思ってます。それはちょっと整理した方がいいんじゃない。そうなの、それはそう。でも前までは LINE すら送れなかった、これ言ってるかなって言って、うん、送れはしなかったから、うん、ちょっとそこは一歩まだ一歩まだ一歩だけど、何強いって不満当たり強いでした、その消え方なんだ。どうしたの、次誰、次誰不満大会、不満大会、不満じゃないけど私もそうだって全然大丈夫だよ、しっかりキモいし、いや結構どちらかというとハグロ感あるけどないよね。いや何言ってんだよ。え、不満大会つったの、これ3対1じゃないよね。違うぞ、じゃあ次うち行こうかな。あ、じゃあ行きましょう。どうぞ。全然どう。
なんで何なの、え、何、え、じゃあ誰、なんかこの辺全然刺さる、なんか刺さる、いや、ないんでしょ、不満が、そうそう、やっぱいや、正直みんなにもあるけど、ゆみちゃんが多すぎる、いや、まあそうだね、ちゃんちゅうさん、お前、お前が美味しいっておすすめしてくれたお店、大体美味しくないんだよ。嘘。嘘。いや、え、君下ばかりじゃん。いやいやいや、なんかでもこれみんなあるよね。まあそうですね。この前さ、一緒にさ、韓国居酒屋行った時に、その時に、これバッカうまいよ、これバッカうまいよって言って、おすすめしてきて、味のしない油揚げみたいな。いや、あれだよ、ケランチムだよ、美味しいよ。マジで、いや、ケランチム美味しいよ。なんか言えなかったの、それを、なんかその、これバッカうまいよ、食べてみて。バカみたい。私も言えなくて、ねえ、あーね、ケランチも美味しいって、ケランチも美味しい、美味しいよね、そこ一緒に行ってないからさ、私もケランチもこの間一緒に食べた。え、だからその自分の物差しで、あ、そう、それが嫌なんだ、なんで君もさ、そのしかもなんかこうやって味がよくなんだろう、分かってないというか、うん、なのになんか最近あそこのタピオカさんちょっとお茶美味しくなったんだ、いや、ほんとだよ。かぶれてるかぶれてる、かぶれてる、実際どうか知りませんよ、一緒に行ってないから。でも本当に分かってんのかな、うん、じゃあ次行きますか。ちょっと待って、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 何、何、何、ちょっと待って、いや、もう時間もないんで、やばい、もしかして、何、何を食べてるの、来てる、もしかして、こっちでも来てる、何が、こっちでも来てる、もしかして、こっちにも来てる、こっちにもって何、こっちにも来てる、こっちにも、こっちにも、いや、ちゃんちの不満が普通に多いっていうだけです、うん、日頃の行い、なんだ、来てるって何、何が来てんだよ、来ただけだよ、何が来てんの、じゃあ、え、何、じゃあ、ソナさん、じゃあ行きます、はい、ソナ、何、お前が袋の値段ちょっと持ってんの知ってんぞ。あら、いやいやいや、嘘つきだ、持ってるよね、持てないよ、の値段ちょっとなんかよくわかんないけど、いや持てないよ、安い服買って、はい、なんか買ってるところだった、そう、しかも持ったのになんか500円くらいしか持ってない、盛るなよ、意外となんか持って、その盛り切れって盛るなよ、盛るならちゃんと盛るよ、だって、あれ、あ、じゃあこれ言わせてもらいますよ、チャンさんは特に、あの、じゃあ300円の1個だよって言ったら、まあね、その発色悪いなら、そのちゃんとしたの買えばと思います、好きなんだよね、発色悪いのがね、どういうことだよ、発色悪い、意味がない、これが全然フォローできなかった、でも安いのも全然好きな色なの、それがそう言ってたよね、それはずっと好きな色で発色、でもそういうのってさ、そのネットでしか買えないから分かんなくない、いやでもしかも、もう発色が悪くてもいいよ、いや、一本ちゃんとしたの買ってさ、そのさ、YouTube とかやってんだから、ああ、ちゃんとしたの使ったら、そうですか、はい、でも別に変に映ってなくないですか、今ね、うん、でもその直接アップしてそういう時に、うん、はい、これもわかんないうん、次行こっか、じゃあ投げたい人が投げたらいいんじゃない、でも2人あるみたいだし、いっぱいなんか
か小銭が多いし、うん、一応やっとけばこれあれだよ。いや、うちあるよ。いや、うちもあるよ。ごめん。あるよ、全然うち。感じでできそうですね。次はお前らの番。はい、ということで本日これもそう。ということで本日チャンチーとソナのなんで暴露大会でございました。やったー、暴露大会第3回終了、ありがとうございました。ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。よーい、アクション、アクション。いい大会でしたね。いい大会でした。